コレオスはフランスの自動車メーカールノーが販売する SUV である。なお、韓国で販売されるルノーサムスン QM5 は初代ルノーサムスン QM6 は2代目とほとんどの部品を共有する姉妹車である。2006年のパリサロンで出品されたコンセプトカーコレオスコンセプトをルーツとし、そのデザインテイストを活かして市販化されたのが始まりである。初代 二代目とも生産はフランスではなくルノー・サムスンの不産工場。初代は、スタイリングと商品企画はルノーが担当し、主要メカニズムの提供や走行実験など、開発の柱は、ルノーとパートナーシップを組む日本の日産自動車が、そして生産、輸出を、参加の韓国のルノー・サムスン自動車が行うという3社に、とって初のジョイントベンチャーでもあり、開発は、 神奈川県厚木市にある日産テクニカルセンターにて三者共同で行われた。プラットフォームは、キャシカイやエクストレール、ローグなどと同じるのを、日産アライアンスの c プラットフォームを使用。もちろん、QM ごとも共通である。ボディサイズは、全長 4520mMX 全幅 1850mMX 全高 1695mm と、 デュアリスより 210mm ほど長く、幅も 70mm 広くなっている。なお、QM5 と比べると 5mm 幅が狭いだけで、全長、全高は同じである。搭載するエンジンは、ルノーと日産が共同開発した MQR2.0 リットルディーゼルエンジン2種と、日産の QR25 でをベースにした 2TR、ガソリンエンジンの計3種類となる。なお、 ディーゼルエンジンは、欧州市場のエクストレールや、キャッシュカイ、メガーヌに採用されているものと同一である。変速機は6速 MT とマニュアルモード付き6速、エクストロニック CVT から選択可能。また、4WD システムは、日産独自のオールモード 4X4i を採用し、衝突安全性能についてもコンピューターシミュレーションを駆使した設計により、 ユーロンキャップ最高のを獲得している。また、フロント 320mm、リア 292mm と体型サイズを有するディスクブレーキローターは、ルノー本社からのリクエストにより、日本中の日産の工場で採用されているものの、中から得りすぐられたものを採用しており、ベースのデュアリス同様、ホイールの PCD は 114.3mm となる。さらに、高い安全性。 静粛な乗り心地、快適な走行性を高い次元で実現するため、80項目以上の装備や部品を精査して開発された。利便性に関しては、車内後方のレバー操作のみで、リアシート背もたれを前倒させ、スキー板やスノーボード板などの長尺物や、ゴルフバッグ4セットを積載することが可能な、カーゴスペースや大開口が可能な上下に分割式のリアゲートを、 採用している。二代目の開発は、ルノー・サムスン主導のもと、日産のメカニズムを核にルノーと共同にて行われ、エクステリア及びインテリアデザインについても、ルノーのアジア地域におけるハブ的役割を持つ、軽軌道の器供研究所が中心となって進められた。プラットフォームは、ベース車両であるタリスマン同様、新たに日産が主導開発した CMFCD を採用。 仙台の特徴の一つだった、クラムシェルゲートは、一般的な一枚開きのゲートに改められる反面、キーを所持していれば、バンパー下に足をかざすだけで自動で開く、マジックゲートを新たに採用している。全長仙台比で大幅に伸ばしたことで、後席とカーゴスペースが拡大された。ルノーサムスン QM5 ルノーコレオス全機、編集全車2.5リットルガソリンエンジン。 エクストロニック CVT オールモード 4X4I を採用。欧州市場に設定される FF モデルやディーゼルエンジン6速 MT は用意されない。日本市場は取り回しを考慮して右ハンドル仕様のみとなった。この手の車種は日本の放棄の関係で助手席側フェンダー上にサイドアンダーミラーを装着するケースが多いが日本仕様はトヨタロブ4や ホンダ CRV のように、助手席側ドアミラー下にサブミラーを加えることで、スタイリングを損なわないように配慮されている。ボディカラーは、ノアールディボアール、グリソー・オンジュ、ブランベルレの3色に加えて、ルージュ・ゴッティーニや、ブルー・ソン・ブルなどのオプション5色を加えた計8色。中期、編集、フロント周りを中心にフェイスリフトを実施。 全長が 5mm 伸びて 4525mm となった以外外観サイズは不変であるフロントについてはラジエーターグリル以外が QM 5と共通部品となったメーターは配色とレイアウトを変更して視認性を向上させるとともにターンシグナルレバーは軽く操作すると3回転倒するワンタッチ機構を追加助手席には新たに シートバック加藤機構を採用することで、さらなるシートアレンジの拡大を可能としている。また、ドアミラーには、サイドターンレンズを内蔵し、右左設時における他社の視認性を向上させた。ボディカラーには、新色となる、メープルレッドを設定。後期、編集メカニズムについては、QM5 のガソリンエンジンは2014モデルで2.0リットルに変更されているが、 コレオスでは2.5リットルのままである。ルノーサムスン QM6 ルノーコレオス2016年4月、北京モーターショーにて世界初公開。2016年8月、先人を切ってオーストラリアで販売を開始。その後、徐々に各市場での販売が開始された。先代に引き続いて全量がルノーサムスン不参向上制となり、 世界80カ国以上に輸出される計画である。ただし、中国向けに関しては、東風儀社との合弁企業である東風雷落の最新工場、物刊工場にて、カジャーと共に生産される。なお、フランス市場においては、カジャーとエスパスの中間を埋めるポジションに位置する。エクステリアは、ルノーのデザイン部である、ローレンス・バンデン、アッカーの提唱する近年のデザインアイコン。 サイクルオブライフに乗っ取り、両サイドのランプから中央に向かって、ラインが伸びるデザインを採用するとともに、最新のデザインアイコンである、L 字型の LED をヘッドライト下に配置している。エクステリアは、カジャーとの競合を避けるため、全長は仙台比で大幅に伸ばされ、D セグメントに昇格している。エンジンは仙台からキャリーオーバーされる。 MQR 型2.0リットルコモンレールディーゼルと 2TR 型2.5リットルガソリンエンジンのどちらか、もしくは両方を市場に応じて投入する。ただし、中国向けのガソリンエンジンは、ルノーサムスン QM6 と同じ2.0リットルの M5R となる。タリスマンで採用済みのインフォテインメントシステム、r リンクは、r リンク2に進化し、8.7インチタッチパネルディスプレイを、 介して、オーディオ、ナビ、エアコン等を操作する。ベースとなっているタリスマンとは異なり、右ハンドル車も生産されるため、オーストラリアやニュージーランド、イギリス等の右ハンドル市場でも販売される。なお、ルノー・サムスン版は2016年6月2日の富山、モーターショーのプレスデーで初披露され、新たに QM6 を名乗ることになった。事実上、QM5 の後継車種となる。 ギリシャ語で刀の鞘を意味する。以下三射手はベースとなった射手。ありがとうございます。